聞くのもあれなんですけど、女関係どうなんですかね。全然本当話せて、はい、これマジで多分昨日とかも、はい、ガル君に言ってないか、言ってないかもしれないですけど、はいはい、例えば愛人とかもいないですし、はい、デートすらもしてないし、あのこれ本当に嫁がいるから言えないとかじゃないですよ。マジでデートもしてなければ、はい、連絡を取り合う女の子もいない、はい、愛人もいない、何にもやってないです。昔はめっちゃやってたんですか。やってました、やってました。昔も遊び回ってました。遊び回ってましたし、いっぱい関係持ったりしてましたよ、はい、それがやっぱり子供できたりとかそういうのも込みで全部買ってたんですか。そう、子供にも罪悪感ですよ。例えば、ね、違うところにいて、本当に死ぬほど純粋無垢じゃないですか、まだ4歳とかだったら。で走ってきてパパパパって、その世界の全てがパパって思ってくれてるのに、はい、で例えばうちの子とかはパパとママが離れてるとピッタンしてとか言ってくるんですよ。一緒に仲良く座ってるのとかを喜んでくれるから、はい、例えばそれで何泊も開けたりとかして、はい、自分がいないとかでお母さんが傷つくみたいなのを多分察知しちゃうから、はいはい、その形であんま傷つけたくないですよ。性欲がないわけじゃないし、はいはいはい、もうあわよくばって思いますけど、それを超えるそこまでのインセンティブがないんですよ。なるほどなるほど。あと面倒くさいっすね。本当に与沢さん確かに昨日あって思ったのが、マジで家族とだけ過ごしてるんだなと思いました、ね、これもう嘘じゃないっす、はい、本当にだって100%っすね。その日本の友達とかがドバイにいるわけでもないのに、うん、ドバイいるんで本当に家族とずっと時間しながら、あとはもうネットの世界に入り込んでるんで、ね、そうなんですよ。そうすごいっすね。だから僕とかリアル生きてるんで、まだ言っても与沢、うん、さんってほんとネットで生きてるんで、ネットで生きてます。だからネットの住人なんだなと思いました。そうです、ネットと家族だけなんですよね。すごいですね、うん、次世代のスタイルですよね。